はい、ハンマケの本家の本物貴族の人間の上の知能の生物のハンマ先生と、ハンマ先生です。ですね、何回も教えてるんだけども、人間というのは、まあ、義務教育もテレパシーでカンニングしてじゃないと卒業できてる人はいないんですね。また虫になって勉強してるだけなんですけども、まあそれをやんなければ仕事できませんからね、難しい仕事はね、大事なんですけれども、上の知能の生物では自分で覚えるんですね。テレパシーでカンニングしない、虫になってやんないってね。虫になるとね、頭一つ細胞を破壊してしまうんで、言うなれば機械的に積み込んでしまうわけですね。整理してね、覚えてないわけです。ちゃんと覚えられてはいるんですけども、虫となってしまうんで、脳細胞を破壊してしまうんですね。ある、何パーセントかね。ですから、上の能力者はやんないことなんですね。型になるんで。で、もっと覚えますから、整理して覚えるわけなんですけど、そんな時間ないですからね。学生の時はね、普通の人の場合はね。で、人間の場合はね、いろんな億万長者いるけれども、人間の能力っていうのはせいぜい人間の中の100人に1人2倍ぐらいの給料稼げるだけなんですね。で、仕事というのは保安力が 99%、 1% が生産とか百姓とかものづくりとかね、米づくりとかね、耕運機で、コンバインの中でね、仕事するんですけど、これが 1% なんですね。保安力が 99% 必要なんです、仕事でね。で、ですから、例えば億万長者がいたとしても、その本人はね、給料の2倍ぐらいしか稼げてませんから、保安を全部ほとんどやってもらうとかね、保安はじゃあ私は少しやって、あと全部周りにやってもらってるんですね。ということなんですね。で、投資でも、稼げてる人いますでしょ、何億も。これは保安の仕事を全部 99% 自分の仕事をやってもらって、 1% でね、自分だけでやってというような。だから実際そうすると100分の1になるわけですね。他の人にやってもらう。ただシードでやってもらってるわけです。だから FX でも稼いで一人でやってる、見せてますけど、 YouTube でもね。人間の頭はみんな頭悪いんで、保安力もね、そんなに稼ぐほど通ることはできません。だから大体人間の平均の2倍ぐらいですね。100人に1人ぐらいいるぐらいですね。でしょっちゅう入れ替わりますけども、技能で言ってね、年々ね、なくなったり、そういう能力がなくなったり、2倍分はね。それでね、例えば100億、稼いでも、ね、いるけども、保安力は周りにやっともらってるんです、仕事。これをよく注意していただきたいですね。だから、自分で守れないから、保安できないから、周りの助けがなければ、ね、たくさん稼ぐことは絶対不可能なんですね。ね。だから、そこら辺がね、私と上の能力者の生物と違うんですね。上の能力者の生物は、人間よりか知能の高い、まあ言うなればコンピュータロボットみたいなものをもう大昔に発明して作ってあるんですね。ですから、まあ、今、仮想的に、ね、動かすような感じですけども、それで保安力取ってるんですね。だからそういうものが作ってある、作れるということでね、上の知能生物というのは保安力をそういうのでやってるんですね。前に話したように SF 映画で出てくるようなスターゲートで石棺という装置に入ると大怪我しても入れば助かると
う完璧なね、総合病院というか、ね、を発明してるんですね。私は発明してて、宇宙戦争で殺されてね、地球太陽をまた今度育てて現在の人間から生まれてきたわけです。それが本物の貴族なんですね。私一人しかいないんですね。それでまた子供からですけども、殺されちゃったからね、昔の私を殺されちゃったんで、月潮と地球と太陽を育ててこういういい環境を作ったんですね。宇宙にはこういういい環境はないですね。まだ見つかってないですね。それは私が生まれてくるために、育てたもんですからね。ここら辺ではもうないですね、全然。ということでね、エネルギーも非常に多く集めてあって、特別にね、私が生まれてくるためにね、育てたんですね。だから人工的に作んなければ存在しないわけですよ。ね。ということですね。まあ、今回知っていただきたかったのは、株でも投資でもね、事業家でも、人間っていうのは、どんな頑張っても100人に1人2倍ぐらいのね、稼ぎぐらい、給料取れるぐらいの能力しか絶対ありませんから、多く稼げてるのはね、腕力が99%で、1%がね、各自の仕事と専門の仕事をやったりするわけですね。腕力は必ず99%といって、腕力をやってもらってるとかね、逆にどこの分取るかは分かりませんけど、人々が周りの人がやってあげてるということですね。2倍以上給料を取ってるのはね、それ全部周りが上げてるだけですということね。僕と違うのは、上の生物と違うのは、そういう違いが多くあります。